寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。皆さん、落語はお好きですか？落語のこと、どこまで知っていますか？今回の動画では、気軽に落語を楽しむコツをご紹介させていただきます。落語に興味ない方でも楽しめる内容になっておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは、早速ご紹介させていただきます。今回のテーマは、これを知っておけば安心、寄席に行く時の豆知識。寄席を楽しんでいたら、途中でお腹が減っちゃった。こんな時はどうしましょう。実は寄席は飲食 OK、 売店でお弁当を買って楽しみましょう。でも食事に集中しすぎないように、落語を楽しみながらにしてくださいね。さらにもう一つ、急な腹痛、急な連絡ありますよね。でも上演中に途中で出るのはマナー違反ですか？いえいえ、実は寄席は好きな時に入って好きな時に出ることができます。基本的に寄席は出入り自由、1演目15分くらいですから、マナーとして演目の間に出入りすると良いでしょう。ということで、気軽に落語を楽しむコツをご紹介させていただきました。これを見て、少しでも落語って楽しそうだなと思ってくれたそこのあなた、ぜひ寄席チャンネルをチェックしてくださいね。チャンネル登録と動画概要欄にある TikTok アカウントのフォローもよろしくお願いいたします。それではお時間が来てしまったようなので、この辺でお後がよろしいようで。